それや。それや。え、これ誰？ああ、新たや。うん。新たや。顔が新たや。そう。やっぱわかる？わかる。なんだその声は。なんか、めんどくさくなったから。めんどくさくなった。前さ、話したやんか。うん、新たじゃない部分というかさ。うん。覚えてる？うん。どう話すかみたいな。しんどくないならそのままでもいいし、続けていくなら別にいいし、変装っていう手もありやぞみたいな。うん。それでいろいろ考えて新しいの作ったって感じ？いや、というか、うん。なんか、どっちかっていうと、うん、今までが偽ってたっていうか。新たを？だから。うん。新た自体は偽名？いや、本名。新たは本名か。うん。まあ、なんか、いわゆる夢の世界で聞いたことがありそうな、ひょうきんな感じのやつ。なんか俺と名前似てんなと思って。それこの街来たら、いいかなと思って。うん、絶対さ、うん、なんか、今の俺みたいな感じだとさ、うん、多分、そんな、インパクトとかいうか、ないし、ないし、受け悪いだろうなと思ったから。なるほどな。さあ、まあこの姿で見せてくれたってことはいろいろあんやろ。聞かせてもらおうじゃないの、いろいろと。何があった？喋れるかな。いいよ、別にゆっくりでいいんじゃない？てか逆に喋られへんかったら、それはそれでいいよ。なんかシンプルに、車運転してとか、なんかどっか行きてでもいいよ。別に無理やり、こう、喋りを聞くっていうわけでもない。うん。作りに行ってもいい？なんか、まあ、今まで多分今日も見てたと思う、あっちの表のあたりやることがね、うん、今までは全然苦じゃなかったんだよ、うん、なんだけど今もまあ全然それで行ってなんかアンシャンとか楽しませてもらったりとかさ、苦じゃないんだけど、うん、まずなんか俺自身がとりあえず多分この街でなんかいろいろしてるのがそれ自体が苦になってきたらどうしようかなって。うんうん。今は苦じゃないの？今まで全然起きてこれなかったんだけど、うん、それでもなんかちょっといろいろ話してみたら、まあやっぱここの人たち優しいなとか、うん、そういうのは伝わるんだ。うん。だからまあ頑張ってみようかなとはたまになるんだけどさ、うん、でも結局何していいのかなってなっちゃって、うん、なんか新しいこと今日ちょっと見つけたんだ、うん、それちょっとしたまああんまり誰とも関わることない目標かもしれないけど、うん、そういうのできてまだ大丈夫かな。うんうんうん。今はね。逆に多分それで言ったら、うん、今までやってた表の園原新たじゃできなかったことやりたいかも。できなかったことっていうとに黒になる？その白とは逆のものってことでしょ？そうなるか、うん、もあるし、うん、俺、なんか20歳だとカジノで働けないとかあったからさ。あー、そうか、うん、別に今まで嘘ついてきてたし、もう一回嘘ついてもいいのかなって。なるほどね、そっちなら年いつあるか。うん。この街来たらさ、なんかめっちゃ優しいやんか、みんな。うん、そうだね。で、起きる前とかどうしようかなってあるじゃん。うん。あれね、一回起きてみ。その、なんかお風呂と一緒やね。
風呂入る前誰みたいな、めんどくせえみたいな、なんかあれだけど、うん、風呂入った後はめんどくさかった後は並んでんな。はよく聞くかもそういうの、うんうん、あんな感じ。実際めっちゃ起きんのが、うん、すっげえしんどい時がなかったっていうと嘘じゃない、うん、ただ起きてみたら大丈夫だった実際。うん、そうか。うん、何が怖いってその途切れることやね、うん、俺がこう怖いと思ってるのは、うん、だから今こう居場所を探すとか、なんかこう新しい自分とか不安とか、うん、それって結局継続して起きないとそのチャンスは巡り合わなかったりもするもんで、うん、俺もあの時もし起きてなくてこの人に会ってなかったら今どうなってたって思うことが何十回もあんのよね、この街に来て。そうだよね、確かに。だから起きた方がいい、まずはね、一番は。どうだろうね、気持ちだしな、うん、難しいわ。なんか、ね、起きれるよとは言えん、正直。起きたくないのは起きたくない時もあるし、うん、寝てる方が気持ちいい時もあるとは思う、うん、でもちょっと起きてみて、あの時起きててよかったなって。実際こんな話聞けてんのは今新たが起きてきたからやからね、うん、そういうのがこう積み重なるよこの街は、うん、多分今日多分初めてなんでもない時の自分だったか。なるほどね。他誰か知ってんの？いや知らないと思う。うん、そっか、大丈夫やった俺で。なんか、うん、多分一番話してたのヘロワお兄さんだし、まあ、心配ではあったからな。なんか多分今日も心配かけてたなって思ってた。いやまあ心配ではあるよ、前話聞いた時結構大丈夫かなと思ったし。ごめん。うん、うん、あと多分そのしんちゃんじゃない僕でも多分普通に話してくれるかなって。まあそりゃそうやろ、変わらんよ別に声がある、うん、姿が変わろうが。うん、だから新た笑ったでしょ。うん、そうだって、まあ一応さしんちゃんって呼んでもいいよってなんか言ったりはしてるけどさ、うん、それでもずっと新たって呼んでくれるから優しいなって思って。いやもう新たやしな。まあ確かに。うん、まだね、なんか今の俺でもう一回街に行くのはまず勇気ないかな。うんうんうん、まずまだずっとなんか自分で隠そうとしててもなんか割れそうで怖いし、うん、あとどうしようかな。あの俺さ、うん、今さ声高いからさ、うん、俺キャバクラでさ、うん、この女の子のふりしてさ、うん、いろいろ接客とかしてるんだけど。ちょっと待って、働いてんのお前。なんか前話したよね、あのしんこ、なんかしんこちゃんでやってるみたいな。あ、そうや言ってたよね、あれか。あの時はしんちゃんなんだでも、うん、その時はしんちゃんで話してんだけどさ、うん、それとは別。びっくりした。やんな、そっちやんな、びっくりした俺、うん、声高めにして働いてんだから しんちゃんの方じゃないってとこで働いてんやろ。すげえ、もう一個の顔じゃんもう。でもね、うん、それがね、うん、ちょっとあのなんか知られたくない人にまでちょっと知られてるのがちょっと嫌なんだ。あ、うん、まあ別にそのなんかやってる時の人は別になんかまあそのなんて言ったらいいんだろう、人格というか変装してるだけ、変装してなんかやっ演じてる時の人は、うん、
結構何ヶ月かやってて、結構馴染んでたりとかしてるんだけど、うん、別に試しにやってみただけだからいつでも消えていいかなと思ってるんだけど、うん、同じ同居の人は寂しがってたりとかしてて、うんうんうん、俺の演じてるやつってこんな愛着分かれるんだって思ってました。文庫でね、あんまり表には行ってないけど、多分ヘルお兄さんはもうキャバクラとか行かないでしょ。うん、行かんよ全然行くわけがないよあんな動物園多分変な時に来たんだろうねうん、チビ毛量やったよ俺が行った時。だいたいなんか前も誰か動物園って言ってた、うん、妖怪大戦争みたいな感じ。うん、そうだったと思う。今もそんな感じになってると思う。じゃああかんやん行ったら。うん、もう正統派の人もいるよ正統派やめて正統派の人いるよ。ああ、そうなんや。うん、うん、まあ例えばさ、俺が犯罪やってるからみたいな感じのす、仮にね、うん、俺が犯罪やってるしこんな感じで生活できるしいいんかなって思うかもしれないけど、うん、俺はその尊敬してる人がっていうか一番リスペクトしてる人が、うん、ボスだったから俺はギャングなのね、うん、でもあら、だから犯罪してるのね。うん、そっか。でも他の人から見たらただただ犯罪してるだけに見えるのよ。うん、案外なんかこう黒い人とか白い人とかも全部そうだけど、それぞれのこう信念とか筋とか物語がそこにはあると俺は思ってて、うん、だからこそ新たがそうやりたいなって、誰かのためにとか誰かのグループのために、もしくは自分の目標のためにそうしたいなって思った時に黒になりな。うん、それ以外で苦労するのは俺はおすすめしないよ。うん、多分今なんか今は本当にどっちでもいいってなってるから、うん、ちゃんと決めないとなとは思うし、まあ結局考えた結果、うん、やんなくていいやもあるかもしれないし。そうよ、うん、まあいろいろあるね。なんかこう起き続けてたら、最初に街来た時みたいにしんちゃんでやろうと思ってた気持ちが変わるかもしれないし、うん、その白で行こうと思ってたのも変わるかもしれないし、うん、今こう新たはなんかその考えが日にちに立ってて、なんか自分の意思が揺らいでしまってるみたいな言い方やねんけど、うん、なんかそうじゃないよ。そこはちょっと訂正したいねんけど、いろんなこの街を来てきて、いろんな経験を得て、そういう風に考えが変えれるようになったってことやから、10歳がそんななんか揺らぐとか思わんでいいよ。なんか、うん、なんか話してよかった。なんか俺の考え方変だなって、うん、うん、まあ一個、うん、アドバイスではないけど、良くないとかダメは禁止ね。へこんじゃうから、うん、それはその考えでいいじゃん別に、うん、一番良くないのはそれしかないって考えることよ。意外といっぱいあんのよその、うん、こう今こう新たが考えていることもダメじゃなくて、うん、一通り目なのよ。そしたら人と話すことで2通り目、3通り目、4通り目が見つかんのよ。ただそれだけよ。別にその新たに考えてることは悪いことじゃねえんだよ。別にいっぱいあんの、もっと実は選択肢って。そうなんだ、うん、それを探すのが楽しいよ。初日とかさ、初めて来た時、うん、とか本当話せてよかった、会えてよかったなって。いや俺もよ、ありがとうねいや俺の
僕の方だと思うから。そんなことないよ、話してくれてありがとう。それは確かよ。ありがとう。はいはいはい。あー、作れる作れる。作ってほしい。で、これってなんか労働って書いてるやんか、このバット選んでると、うんうんうん、その労働今なんて書いてる数字、5か。やったら5熟練度がたまんのよね。なるほどね。そうそう、それを10,000。はい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 。ってからがスタートって感じかな。毎日コツコツだ。いやマジ助かる、ごめんね、ほんと。うんうんうん。その彼と言ってもなんですが、いろいろな指令がいるので、はい、はい、いろいろな方向に紹介できますと俺は。助かる、紹介システムあります。いろいろな方向のね。そう、連絡先多いっす。やば、いや顔広そう。やばそう。連絡先と知ってる人は多いです。いやもうなんかさ、うん、今のさ人生も別に悪くないんだけどさ、うん、黒とか白とか関係なく、うん、なんかなんかこう変えたいなって思ってて。はい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 。そう、まあ、この間ゴーさんとも軽く話してたんだけど。あ、そうなんや。そう、なんかないかなって心機一転。なるほどね。まあ誰か、うん、誰かのためになることがしたいなと思ってた、思ってんだよね。なるほど、ね、必要とされたいみたいな。ちょっとね、闇深く感じる。そうやな、言葉選ばなかったら寂しい人じゃん。やばいよね、寂しい人みたいだよね。寂しい人だよそれ。なんかなんだろうね、うん、別になんか寂しいとはまたちょっと違うんだけど、うん、この人についていきたいみたいなのが欲しいなってなってるね。なるほどな。まあでも結構黒の人はそういうの多いかもね、やっぱり。あ、そうなんだよね。組織だからさ、グループというか、うん、会社で働いているのと多分そこに行きたいと思ってそこにいるのとはちょっと違うよね。モナビが何ができるかがまず一旦第一優先で考えて、そこに自分が何をしたいかを当てはめるのがすごい大事だから。うんうんうん。普通車ディーラーでしょ、あそこで働いてるから。うん。でメカニックできて、でいろんな人と関わりがあってっていう状態で全く違うことをするのか、うん、そうなんだよね。まず犬だから自分探し中だよね今。あんま行かないとこ行ってみるとかは、銃苦手だけどサバゲー行ってみたりとか。ああ、そうそうなんです。あんまりやったことないことをいろいろ知ってから考えようっていうか、うん、いいね、まあ、その段階なんだよね。まあ実際なんかさ、他に別のことをしたいってなったら、うん、じゃあ黒なんじゃないっていう人もおると思うけど、そうではないと思うのよね俺結構。いやそうなんだよね。最初はモナピも黒かなって思って、うん、まあでもそのこれを考えるきっかけになったのも、うん、一緒に悪いことをしようよって言われたからなんだけど。誰に？それはちょっと言えないけど。友達にね。その友達に、うんうんうん、もういいんじゃないって。もともとはモナピ一番最初黒になろうとしてて、うん、あ、そうなんや。そう、それでみんな黒になっちゃって、友達はみんな、うん、ここで一人だけ白に、白のまま進んだみたいな感じだったから、うん、だからもう白は結構やったし、そろそろ黒興味ないのみたいな話になって、うん、ああまあ確かになーみたいな、うん、で考えてたんだけど、やっぱ街の雰囲気ってその時その時で変わるじゃん、こう、うん、決まりとかもさ。うん、でなんか今ね新しい制度みたいなのもできたしさ、うん、いろいろやれることの幅も広がってるだろうから、必ずしも黒じゃなくても別のことでももっとなんか面白いなんかできることあるのかもなみたいな。うん、まあ俺は黒やから説得力あるか分からんけど、うんうん、そう思うわ。やりようはあるのと、一応死は、うん、あの白の味方だからうんうんうん、いろいろ考えてくれてるとは思うし、うん、その
こうやりたいっていうか、この道を行きたかったら、それは黒しかないんだったら黒になってもいいと思うけど、じゃあ黒になってみるかは絶対に俺は進めたくなくて。まあそうだよね。なんかある程度覚悟がないと、やと思うよ。それこそその、本当にこれ、そう、黒になりたいって明確に思うんだったらあってもいいかなって思うけど、今の段階だとまだそこまで行ってないなって自分的に思うから。いいと思うよ。俺も別に黒になった理由はその憧れた人が黒やったってだけやからね。いや、なんかこの白市民もさ、一回黒になっちゃうと白市民になるのって結構大変じ大ゃん。変やね。なんか白市民を生かしてなんかできることとかあればいいなとかも思うし、そのできることがどのぐらいどんなことがあるのかっていうのをまずあんまり知識がなくて、その辺をなんか郷さんっていろんなことやってるから。素材関連とか事業とかね。そう、白にしかできない事業はいっぱいあると思うんだよね。この街って結構夢叶うやん。ネイルショップだったり、飲食店だったり。飲食店の体験行ってみる。だって空いてるやろ、今、ジョブ。でもね、飲食はね、一応やってるんだ、一個。れ？何やってんの？小工程。え？いる？ いるよ、最近いる。いや、でもちょっと前に入ったばっかって感じで。ああ、いや、俺、おすすめはね、結構ね、カジノとかどう？カジノ体験とか。あ、カジノね。あそこは白市民絶対限定やし。カジノでもなんか結構もう人いるイメージあってさ、募集してないのかなと思ったけど、一そんな回こと体験ない。募集とか聞いてみてもいいと思うし、あそこやったら人の行き来は結構高いと思うから、確かやに。りがいはあると思うよ。で、カジノもし体験とかしたかったら、有志、カジノの従業員に。ああ、そこもそうよ、できるつよ。ながりあるんだ。あるある だから、さすが。多分連絡先とか教えてもいいならその時もらって、ここ電話したらいけるよとかもできるから。なるほどね。任せ任せ。頼もしいわ。任せ。いろいろ思ってんだね、やっぱり。そうね。なんか結構誰かがこう思ってるみたいな話聞くの好きやからさ。いや、もうこんな話聞いてくれると思ってなかった、ヘルアン。あ、マジで？大体誰かの話は聞いてるよ、でも。いいじゃん。いや、そういう存在大事だな。聞いてくれる人がいるだけでちょっとね、違うからね。かな？俺はなんか話してくれる人の方が大事だと思うよ、そういうの。あ、本当？そうそう、話してくれないと始まらんでしょ。俺が別に聞くまあよって言っまあても。ね。なんか誰に話せばいいんだろうってなるね、ああ、結まあ構。ね。そう。ちょうどいいんじゃない？元 PY の同僚みたいな。確かに、ちょうど遠ちい。ょうどいいんじゃない？なんか、立ち位置的には。ヘルアンいいうん。わ。何やねん。私の立場にもなって考えてくれるのいいわ。いや、考えるよ、それは当たいいりじ前ゃん、やん。黒になろうよとか言わないところがいいわ、ま言た。うわけないでしょ。俺は、その白が合ってるから、なんか、俺らが折れるから。なるほどね。そうそう、黒だけやったらもう、すごいよ、多分。とんでもない、この街じゃ。白地味は本当に大事だと俺は思う。確かにね。